はいどうもこんにちは、ゆうこるです。今日からですね、ネタ切れのゆうこるはシリーズをやっていこうと思います。現在来ているイベントに関してなんですが、こちら現在夏の日、間違えた、海の日スペシャルですね。こちらのイベントでね、はい、転生エジプト新チャレンジが来ております。でこのチャレンジではなく、こっち闘技場のね、ワンですね。本当に一番簡単な闘技場を超転生エジプト新リーダーでクリアするとね、なんと報酬がめっちゃ美味しいんですよ。はい、ということで今日は一応ね、その編成を紹介しつつ、なおかつやっていこうと思います。はい、で一応ね、編成紹介していきますね。まあ正面パーティーなんて何でもいいんですよ、マジで。なので一応闘技場1で注意してほしい点とね、まあこういうリーダーフレンドがおすすめだよっていう紹介だけしておきます。サブはこれ参考にしないでください。まずですね、リーダー超転生ホールスですね。もちろん固定なんでお願いします。で、闘技場1で欲しいギミック体制っていうのが毒体制ですね。まず毒体制が、一応欲しいです。もしくはまあ盤面全変換ですね。あのベルゼブブがね、盤面毒ドロップにしてくるんで、そこの対策だけお願いします。でもう一個、吸収無効ですね。まあ1枚あれば一応運ゲー勝てば良いですが、まあ25分の1かな、多分。まあ万が一、あ、20分の1っぽいね。20分の1で吸収無効2枚引いた場合にちょっとめんどくさいんで、まあ吸収無効2枚積んでおけば安心です。20分の1引きますか、皆さんは。引くと思う人は2枚積んでください。僕は引くと読んで2枚入れてますが、まあ基本的に引かないと思うんで1枚でいいと思います。吸収無効1枚、もしくはまあ2枚ね、積んでください。あとは神キラーに対する火力、終わりです。めっちゃ簡単、もうこんなんで勝てるんですよね。だからもうサブ紹介は真面目にする気ありません。はい、一応編成ね、ホルスでフレンドのおすすめですねだけ言っておくと、ミッキーがまあおすすめかな、普通に。まあ単純に火力も出せますし、リーダースキルの発動もすごい楽なんでね、まあミッキー入れてあげれば間違いないと思います。フレンドにミッキーいたらね、もう神キラーのね、ミッキー選んであげてね、それで OK です。でまああとはね、76リーダーとか全然多色リーダーとかでも全然 OK ですが、まあもう本当にミッキーがおすすめなんで、ミッキー選んでください。多分超転生ホルス作れるような人ならワンチャンもうフレンドミッキー絶対いると思うんで、ミッキーにしてあげてください。はい、で一応ね、サブですね、まあいらないですけどね。一応神キラーに軽く出るメノは入れてます。あとこの遠征闇属性いないんでね、まあ、一応メノは入れてます。アシスト別に入れません。で封刃ね、バインド耐性ないんで、バインド耐性武器つけてます。まあこちら吸収無効対策で、封刃ですね、こちらも吸収無効対策で、毒耐性武器つけてあげて、唯一の耐性の毒耐性つけてあげてます。でメールがお一応って感じです。まあこんな説明誰が聞きたいんだって話ですけどね。まあ一応この遠征でやっていこうと思います。いきましょう。で、今回注意してほしいのが、特にイベントがね、スペシャルダンジョンに来るとかではなくて、普通にね、闘技場に来るのでね、闘技場1をクリアしてあげれば OK です。やっていきましょう。まあ、今日はホルス編ということでね、ホルスでやっていきますが、21階層あるんで地味にめんどくさいです。なんでそこは頑張っていきましょう。はい。で、まず一旦普通に倒していきます。そう、暗闇でもね、超暗闇じゃないんでね、もう耐性はいらないと思います。まあ、一応欲しかったら積んでおいて損はないけど、まあ、いります？いりますかね。僕はいらないと思います。はい。あとめんどくさいところで言えば、スキル封印ぐらいかな。封印耐性が 100% ないとちょっとめんどくさいんで、まあ封印 100% ぐらいは埋めておいてください。結構封印耐性飛んでくるんでね。ってぐらいですかね。もう本当に吸収無効、毒耐性、封印耐性で、もう十分じゃないでしょうか。指現象は2秒マイナスとかなんですけど。あ、もちろん、バインド耐性とかっていうそういうね、基礎的なものは必ずお願いしますね。もちろん。あ、そういうところは話してないんでね。あくまで一応ね、そこら辺の対策だけお願いしますっていう感じです。はい。まあそんな感じでね、今日は闘技場1やっていきましょう。まあ、てか、バインド耐性いるとかさ、多分さ、超転生ホルス作れてる人絶対知ってるよね。多分。ね、怖いの、板波の操作時間減少マイナス2秒ぐらいかな。チュアンで行く人とかでもね、4秒あるしね、絶対。まあ、闘技場1なんでね、所詮。まあ楽しく、ガチ勢の方は攻略してもらえるイベントかなと思います。で、初心者の人もね、超転生ホルスを作るっていう段階まで、まあ、ホルス、イシス、バステと、そして、ラーとアヌビスですね。作るところまでは大変ですが、特にホルス、イシス、バステとはね、もう引くほど簡単なんでね、まあ、サクッと攻略しちゃってください。ちょっとね、ラーとアヌビスは少しだけめんどくさいですが、まあ、それでも76リーダー使ってあげればもう楽勝なんでね。それだってもらえればいいと思います。はい。でまあこの報酬がね、本当に美味しくて、魔法石5個とね、キラーが5個もらえるんですよね。であんまりこういうイベントってなくて、なので特にですね、これおすすめしたいのが、もちろん超転生キャラを作ってる人もなんだけど、今回の超転生で、使うイベントのためにね、ホルス、イシス、バステとラー、アヌビス確定ガチャが来るんですよ。そう、でもその代わり転生進化の状態なんだけどね。まあ、転生の状態で来るから、少しだけめんどくさいんだけど、まあ、それはまあ、サクッと取ってもらって、
まあ、やってあげれば楽勝かなと思います。はい、そんな感じです。であとまあ余談ですけど、これパートさ5個に分けるのちょっとめんどくさいんだよね。めんどくさいんで、あの今回ホルス編つってあげてますけど、あのワンチャン次の日にあのイシスバステトラアヌビス編になるかもしれません。あのそれはこの動画の再生回数によって変わるんで、あのまあそれはあの察してください。わかりますよね皆さん、 YouTuber が何が大事で何が大事かっていうのは多分僕の視聴者は有能だから分かってくれてると思うんで、これ以上は言いません。ただ何が大事かって多分みんな分かってくれてると思うからよろしくね。そうそうですね、再生回数が1万回とかの動画を5本上げるのがどれだけ YouTuber にとってしんどいかっていうのは多分みんな分かってくれると思うから、それは変わります。都度たびたびね変わります。まあ一応ねホルス編はねこれめっちゃ簡単なんで多分この動画需要ないんだけど、まあ一番需要ありそうなのラーとアヌビスなんだよな。正直ちょっとめんどくさくない？ラーは6色消し必要やし、5色消しかな必要やし、アヌビスは8コンボいるから、特にアヌビスがめんどいかな、76じゃないと。まあでもそれでも楽勝なんだけどね。まあこのイベントに関しては正直、まあ言っちゃあれですけど、僕の動画を見てくれてる人たちって結構パズルやってると思うんですよ。多分ランク30ですとかって人あんまいないと思うし、結構やってる上でね見てくれてる人も多いと思うんだけど、多分やり込んでると思うから多分もう楽勝なんじゃないかな。なんかなんであれしますか、もう雑談しますか。え、だってさ話すことなくない？今さらさ闘技場1をさガチ攻略、あれしよっかな、次の動画からサブどれだけ抜けるかチャレンジしよっかな。封印耐性をさ、あの封印耐性をさバッチで補ってさ、吸収無効をリダフルにアシストしてさ、毒耐性プラスのキャラとかサブに1体入れてあげて、これで勝てますみたいな、4枚抜きでも、いや言い過ぎたわ、2枚抜きでも勝てますみたいな感じのでいいかもね。そうやったら面白そう、かなり。まあ、そういうのもやってみようと思います。まあそれは明日考えるとして、まあ、今日はとりあえずねこのダンジョンをクリアしていこうってな感じですね。はい、まあということでね、そろそろね話すことがないんでね、一旦、あでももう14回そうか、じゃあもうサクッと勝っていきましょう。てかこれ多分ね4コンボとかで抜けると思うんだよ全部。こんなコンボする人あるか普通に考えて。全然これで抜けるくない？そもそも。いや全然抜ける。こんなコンボいらねえじゃんそもそも。あ、で来ました1枚目の吸収無効。まあ、そもそももう1枚目って時点で終わりなんですけど。ソティスとね、パール。あと一応まあ序盤のユニコーンも吸収無効してくるんでね、そこだけ対策してあげればいいかなと思います。このイベント YouTuber 的にありがたいようでありがたくないんだよ。これが例えば、裏列界の化身とかだったらさ、ね、裏列界の化身で報酬は魔法石50個ですとかだったらさ、やるけど。闘技場1って、初心者向けの優しいイベントなんでね。うん、まあ、これでパズドラにハマってくれる人が増えればいいですね。はい。あと、あれだろうね、多分、明日からあれが来るんですよ。ヒーローアカデミアコラボの、上位戦の結果が、多分明日か明後日には来ると思うんで、まあ、とりあえずそれでね、数日間は食いつないでいこうと思います。はい、ここ最近すごい動画ネタがあったんで動画投稿のモチベーション高かったんですけど、最近ネタ切れなんですよね。いや言っちゃ悪いけどさ、ネタがない時の YouTube やってる人って結構しんどいんだよ。ネタ作れって言われたらすいませんなんだけど、本当にネタ切れだから、皆さんぜひあのまあ多分この動画ここまで見てくれてる人で結構僕のこと見てくれてる人だと思うんで、もしよかったらちょっとあの Twitter のね、あの YouTube のコメント欄に書かれると他の実況者にパクられたら嫌なんで、絶対パクられないけどね。まあもしパクられたりしたら嫌なんで、例えば底辺 YouTuber の人とかにね、でユーコールのパクリじゃねえかよって言われたらみたいになるから、もしよかったら Twitter のねダイレクトメッセージとかね、Twitter を作ってもらってね僕に送っていただければなと思います。ネタ提供はねいつでもね、いつでもお待ちしてます。本当にめっちゃいいネタ提供してくれた人にはねもうね感謝の意を述べて報酬渡すんでね、待ってます。はい、まあ、視聴者からもらったネタでどういうのがあるかっていうと、例えばあれなんだよね、あのコラ画像覚えてる、2030年のパズドラみたいな、あの画像もあれだからね完全視聴者提供だからね。あとはまあパズドラの最強、昔の最強リーダーとかもね結構伸びてる系のやつ全部視聴者からもらってるネタなんだよね。そうだから、じゃあユーコール何もしないじゃんって言われたら何もしないんだよ実は。だから皆さんネタ提供待ってます、認めるんで何もしないことは。あ、だってここはねボスなんでね、
今回メノは積んでますけど、さすがにカーリーはスキル使ってあげてください。ただまあ、余裕で抜いてますね。スキルなくても。まあ、余裕なんで普通に倒してください。こんな感じで OK です。はい、っていう感じで勝てるイベントになってます。で、これで報酬もらえるのめっちゃ上手くない？はい、行きましょう。まあ、ラストしっかりと10コンボ決めて突破していく。さあさあさあ、報酬の時間ですよ。見ていきましょう。こんな感じでクリアしてあげると、なんと、これで、魔法石5個が配られて、しかも神キラー5個もらえるの、神かマジでこれ。まあ、このシリーズがね、ホルスだけでなく、イシスですね。はい、そしてイシス。そして次、バステトね。バステトもありますよ、バステトも。これね、バステト、超転生バステトね。そして、ラーよ。あ、これ崩したくない。あ、これ崩したくない。そして、ラーね。ラーですよ、ラー。さらに最後、アヌビス。もありますから、ぜひね、チャレンジしてみてください。まあ、またこれね、追加の動画は、再生回数を見てからね、大人の事情で決めます。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。